2丁目、3丁目、7丁目、8丁目に喫煙所をご用意しておりますのでご利用ください。足元が大変滑りやすくなっておりますのでご注意ください。小さなお子様をお連れの方はお子様から目を離さないよう十分にご注意ください。こちら大通り西5丁目毎日新聞社が取材します。毎日新聞氷の広場では今回イオラニ宮殿を制作いたしました。アメリカ合衆国ハワイ州ホノルルのキングストリートにあるイオラニ宮殿はアメリカ合衆国に存在した唯一の宮殿です。1882年、ハワイ王国7代の国王カラカウアの命によって、当時イギリスのバッキンガム宮殿にもなかった電気設備を備えた豪華絢爛な宮殿として建てられました。その後1893年に8代目女王リリー・ウォカラミが王位を退位するまで皇帝として利用され、現在は宮殿内を巡る見学ツアーなど広く一般に開放されています。カラカウア王の執務室、広間、王室ゆかりの品々など当時のハワイ王朝の隆盛に触れることができます。代表像として再現されたこのイオラニ宮殿は、札幌雪まつりで制作される数多くの雪雕像の中でも氷だけで作られた制作物としては最大規模を誇ります。高さ8メートル、幅16メートルもある大雕像は、札幌市内近郊のホテルに勤めるシェフが中心となって活動している。日本氷彫刻会北海道地方本部札幌支部の会員は、連日の氷点下の中、重さ135キロの氷柱を約700本も使用し、延べ250名以上を動員して、去る1月15日から約2週間を費やして作り上げたものです。日中は太陽の光を浴びて青く輝き、夜はライトアップされて闇の中に幻想的に浮かび上がる美しい香りの芸術品を心ゆくまでご鑑賞ください。Oh!
号タラカイワの麺を日本氷彫刻会北海道地方本部札幌支部の会員は連日の氷点下の中重さ135キロの氷柱を約700本も使用し延べ250名以上を動員して去る1月15日から約2週間を費やして作り上げたものです。日中は太陽の光を浴びて青く輝き夜はライトアップされて闇の中に幻想的に浮かび上がる美しい氷の芸術品を心ゆくまでご鑑賞ください。広場では今回ビオラの宮殿を制作しました。あれ、これいくかないの今日これ